ね、ここもあの神社本庁に入ってるわけですよ。ね、東洋神社やからしゃあないとはいえですよ、これほんまにブラックジョークなんかバカにしてるのかって言って、さっきも神社の人と話したんだけど、これ世界平和の塔っていうのをね、これ見てください、立ってるのは1949年ですよ。敗戦4年後ですよ。敗戦4年後にですね、まあこれは縦と横はいいですわ、日本人と外国人が手をつなげ平和にやる、これは平和、これですよ、ここね、ヤタガラスですよ。これ第二次大戦は誰がトップになってやったの、日清日露もそうだけど、結局皇族がトップに立ってやってるわけでしょ。でアメリカの戦略で広仁は、罪を免れた、日本国民を支配すんのに象徴として広仁を使うために免れただけの話ですよ。でまあ言うたらムッソリーニであったりヒトラーであったり、そういうとこと同一に位置するのが広仁です。日本人同胞300万人を殺し、アジアの方々3000万人、これも同胞と言いますか、八甲一宇って言うとったからね、そんだけの民を殺しまくった、そこのですね元のものをこうシンボルのヤタガラスをこの上に乗すっていうことはですね、またこの皇族のためにはお前らも血を流せというような意味がこもってんじゃないのというふうにしか読めんでしょということなんです。ほんまこのブラックジョークをね、こんなとこへ、なかなかこれ神社でもこんなものを置いてるとこってなかなかないんでね。ちなみにこっから引きですけども、あの蚊帳がねすごいというのがよう分かっていただけるというふうに思います。